皆さん、こんにちは。今回はですね、サッカー日本代表対ブラジル代表。これでね、日本代表の最強のフォーメーション的なものをね、探っていきたいと思います。で、森保ジャパンがね、実践しているフォーメーションの、まあ、3センターバックね、新たに挑戦するようですけど、基本のね、4バックの形ですね。はい、これで、まあ、久保建英を加えた新たな人選っていうことですね。はい。これ4-4-2ですけど、メンバーはセンターバック庄司富安で、サイドバック、ね、長友酒井宏樹と、まあ、ここね新しいメンバー入ってますけど、まあ、酒井宏樹はねもう絶対的な右の、サイドバックだと思いますね。マルセイユでねもう、非常にね活躍してるんでね、はい、絶対的なエースですね。で長友ですね。長友の方はね、2022年ワールドカップに、狙いを絞るならちょっと年齢的な問題がねもう35歳6歳ぐらいになってくるんでねちょっとありますけどね、はい。まあでも現状ではこのステータスならね長友を使っていく可能性あると思いますね。はい。で、フォーメーションこれですね。庄司、富安、長友、酒井宏樹で、中盤が柴崎岳と山口航。まあ、山口のところ、ここ、遠藤航がね、ベストなチョイスかもしれませんね。で、まあ、今日ちょっと山口入れておきますけどね。はい。で、あと柴崎岳ですね。もう柴崎はね、日本代表に欠かせない、本当に交代要員がいないね、一人になりましたね。このね、パス能力、これ縦に速いサッカーを実践するときも、このね、柴崎のロングフィードからね、攻撃が、劇的に始まるっていうパターンがね、非常に多いので、はい、このレジスタとしてのね、柴崎の役割、非常に重要になってきますね。まあね、縦に速いサッカー、どうしても真ん中のね、この、2シャドウみたいなね、この中央の選手の、インテンシティがね、注目されますけど、実際はね、この中盤からパスを出す役割の人ですね、この人のパスで全てが始まるんで、ある意味一番大事なのは、このミッドフィルダー、柴崎の部分かもしれませんね。はい。でね、左のウィングが、中島翔也ですね。はい。コパアメリカでね、誰が言ってたか忘れましたけど、久保建英よりもね、ある意味驚かれた選手と。はい。まあ、久保建英はね、レアル・マドリード移籍がもう決定して、コパアメリカでね、もう注目の的でしたけど、中島翔也はね、もう完全にダークホースで、向こうの人たちにすればですね、はい、ダークホースで、なおかつね、まあ、日本代表のプレー見てればね、もう、ある意味久保以上にね、ボール、キープから、ゲームを、ね、展開する能力持ってるっていうのはね分かってるんですけどね、初見の人にしたら大きな驚きだったようですね。はい。まだ久保建英まだ年齢10代18歳で、中島翔也もう20代後半ですからね、まあ10歳上ぐらいですね。その経験値のね差があるんで、まだまだね中島の方が本番にはね大きな力を発揮する可能性、持ってると思いますね。はい。そういうまあ年の功といいますかね、その部分があるんでね、はい。中島も、日本代表の中でね、世界に対して、ゲーム自体をね、変える力のある選手の一人だと思いますね。中島か久保かっていうね、はい。で、ツートップ、南野匠と大迫勇也。まあ、南野はね、まあ、ストライカー配置ですけどね、この大迫との関係性がね、非常に重要なシャドウの、選手ですね。はい。大迫がボールキープして、南野が、ボールホルダーである大迫を追い越していくと。はい。この動き、重要ですね。で、右ですね。ここね、まあ、以前なら、堂安だったんですけど、はい。堂安ね、かなり苦しい立場に追いやられてますね。はい。もう、久保建英がね、やっぱり、本当に大きな力を示してるんでね。はい。まあ、ここのポジション、堂安以外にも、まあ、乾もね、クラブチームで右試してますし、まあ、当然ね、原口も2018年のワールドカップではやっていましたし、あとね、宇佐美隆なんかもここですね。はい。非常にね、中盤の競争、やっぱりね、日本代表どうしてもね、中盤の競争が激しくなっちゃいますね。はい。で、また、これがね、442のフォーメーションで、最適なチョイス、としてね、提案しますね。はい。で、0バックに組み直していきますね。まあ、この辺はなんかやってますんで、ここね、まあ、このくらいはいいんですけど、ここの前線の作り方ですね、これがちょっと難しいんですけど、ダブルはね、基本的に効率悪いですね。で、これシミュレーションゲームなんで、ダイナミックな動きはね、インプットできないんで、事前にね、選手のダイナミズムな、ポジション変化をね、フォーメーションで組んでおく必要がありますんで、そのための、一つの選択肢が、これですね。はい。こういう形ですかね。はい。
中島が中央に入ってくると。まあ、これね、コロンビアのとか見てると分かりますけど、ハメス・ロドリゲスとかね、まあ、ネイマールでもいいですけど、ウィング配置ですけどね、結局中央に入ってトップ下のポジションに入ると。まあ、これはね、最初からトップ下にいるとちょっと当たりが厳しいので、ポジション変化を通して、中にね、動いてフリーになるという、そういうね、ウィング配置と見せかけた、まあ、二世ウィングみたいなね、本来はトップ下、が、彼がプレイしたいポジションということでね、はい、その動きの意味ですね。はい。で、右サイドね、ダブルですね。久保建英に対して、酒井宏樹のウィングバックと。はい。いうことで、これね、非常にバランスが、いいと思いますね。まあ、ちょっとね、ディフェンス手薄なんですけど、相当に攻撃的な、フォーメーションではありますね。はい。まあ、4バックね、やっぱり、3センターバックに比べたら、やっぱり攻撃的だと思いますね。はい。ディフェンスがね、どうしても少なくなるんで、後で、3センターもちょっとね、見てみたいと思います。はい、これでいきたいと思います。相手はブラジル代表ですね。はい。まあ、ブラジルね、ネイマールとか、ジェズス・ウィリアンと、前線のね、スピードある選手がなかなか脅威ですね。はい。これダブルにしたんで、あ、右か。はい、大阪のボールキープ。はい、久保建英から、ダブルを使いますが、マルセロにカットされると。はい。ここは柴崎がネイマールに行きます。庄司がジェズスに行く。で、山口誰がボールカット。一回下げますか。やばい、ちょっと苦しいな、やっぱり。はい。あ、ここ、はい、ダブルが効いてますね。いやー、シュート打っちゃったはい。枠外ですね。今1点でもおかしくないと思いますが。はい、ウィリアンからネイマールと。いや、これかわされると終わっちゃう。あ、なんとか。はい、庄司が対応しましたね。はい。さあ、ここね、酒井がね、追い越してほしいですね。大丈夫か、間に合うか。あ、はい。アリソンのね、飛び出しミスですね。まあ、アリソンここまで飛び出すかどうかわかんないですけど、ノイアならね、今ぐらい出てきますけどね、ちょっと、先に追いつけなかったですね、ボールに。はい。南野から、長友と、中央を使いますね。中島のミドルシュートは、キーパー正面と。まあ今ね、シュート打ちましたけど、やっぱり、PA 外から打ってるんで、打たされてるというね、考え方もできますね。はい、これもね、まあちょっと厳しい角度ではありますね。久保のシュートですね。中島翔也からファーサイド、うん、強いですね、やっぱり。はい、酒井宏樹、ここですね、今のところ。いや、やばい終わっちゃう、頼む。 ありがとう、庄司。はい、庄司に助けられました。ここ展開がちょっと大きすぎますね。はい。パウリーニョに奪われちゃいました。ジェズスが冨安に当たりに行きます。で、これ、そうですね。今のサイドチェンジがね、怖いんですよね。はい。もうここね、完全に手数かけてるんで崩せちゃいますね。こういう風に。はい。あ、ミランダ。はい、1-0 ですね。フォーメーション変えますね。さっきね、中島翔也をウィングから中央に移しましたけど、久保建英さんはね、実は、バルセロナ時代はずっとね、トップ下で、やっていたので、当然ね、こうやって中に入ってくる形も考えられますね。はい、これですね。さっきの、逆対称と、あ、逆対称じゃない、対称系ですね。はい。まあ、中島を、今度ウィングで、長友とダブルですね。まあ、中島ね、ここ追い越していく選手はあまり使わないっていうね、話もありますけどね。まあ、実際はどうだか分かんないですけど、はい、これで見たいと思います。まあ、あと、そうか、メンバー変えた方がいいのか。まあいいや、変えなくて。やばい、コーチニョ。いや、ちょっと疲労感が出てますね。ちょっとやっぱりね、中盤のプレッシング落ちちゃうとやばいんで、メンバー交代はね、適切に。はい、ここはダブル使いますね。ミランダ、カゼミロにカットされると。あれはね、簡単にキープさせてくれないのが、チアゴシウバですね。はい、これはもうカウンターでシンプルに。いや、ダメだ。はい、柴崎の強烈なロングシュートですけど、キーパーアリソンがキャッチングですね。今なかなかね、取れる威力のボールじゃないと思うんですけど。はい、
中央硬いですね、やっぱり。カゼミロの分だけね、中央やっぱり硬くなってるんですよね。うわー、すごい。大迫が決めた。はい、大迫が見事に、決めました。ちょっと、選手交代ね、部分的にやっていきたいと思います。まあ、これだけでいいか。そうですね、交代オプションとして、まあ、大迫に代わってね、永井健介みたいな手もありますね。まあ、永井、大迫みたいなポストプレーはね、できないですけど、裏抜けが非常に優れてるんでね、こうやって、相手をね、切り裂く意味で入れてみるみたいな。原口構想か、ウィングバックはできないのか。いや、どうしよう。まあ、ここあんまり変えたくないですけどね、まあ、伊藤純也みたいな選択肢もね、出てきますね。はい、南野がチアゴシウバに当たりに行きます。はい、久保から柴崎と。いやー、危ない。はい、ここですね。やっぱり風見ろがボール出し能力ちょっと高すぎるんで、チアゴシューバー。はい。頼む。いや、ネイマール。風見ろにやられてますね。カゼミロにね、やられるのはいつものことなんですけど、ネイマール頼む、止めてくれ、冨安。はい、冨安がちょっとちぎられちゃいました。まあね、しょうがないです。ネイマールね、止められる、まあ完全にね、ストップできるディフェンダーはね、世界見回してもいないと思うんで。はい。久保がドリブルで崩します。タイミングギリギリですね、今の。はい、ジェズス。まあ、やっぱりこの辺のプレッシング強度ですね。これ、交代でね、キープできるっていうのが大きいです。ちょっともう、入れちゃって。うん。いやー、浮いちゃってるな。危ない。今、最後危なかったですね。カウンターが飛んできそうな。はい。とりあえずね、これが、今見た、4バックの形ですね。次、3センターバックね。これ前、やりましたっけね。まあ、でも、久保が入ってから、より活性化。まあ、でもね、久保を入れるとすると、南野が下がっちゃうんですね。まあ、一応ね、これ0バックやめてみると、あ、そうか。まあ、こういう形ですか。まあ、本当はこういう形ですね。はい。で、まあ、中盤ね、2枚ですね。まあ、これでいいか。はい。これですね。これ、ドイツと同じフォーメーションですね。ドイツが完全にこの形で、3センターバックに、柴崎、遠藤と、このね、5人がキーポイントになりますね。これが、ボールへのポゼッションするときはこうやって開いて、ここで、五角形作ってね、三角形、三角形、三角形で、これで敵のハイプレスをかわすっていうね、現代サッカー的な狙いがありますね。ハイプレスをかわすことが重要と。で、ウィングバックですね。で、2シャドウ、あ、2シャドウ、うん、そうですね。まあ、2ウィングになってますけど。はい、これがね、2シャドウになって、真ん中に荷重をかけるっていうのがね、モリジャスジャパンの3センターバックの一つの大きな特徴ですね。縦への意識が非常に強いと。まあ、場合によってはね、当然、まあ、基本的にウィングでね、開いて、サイド崩す狙いもありますけどね。はい。で、このね、フォーメーション一番負担かかるのはここ、ウィングバックですね。ここが、完全にスプリントをずっとね、90分間繰り返せないと、フォーメーションとしてね、崩壊しちゃいますね。まあ、っていうのは、もうこれね、完全にサイド1枚しかいないんで、この人がね、戻りきれないと。で、3センターバックの弱点がね、またここなんですね。サイドにあるので、このウィングバックが、まあ、例えば相手がボール持った時に戻りきれずに、こういうところにね、残ってると、もうここでいくらでもボールキープできちゃうんですね。はい。で、相手が崩しが非常に見えやすくなると。まあ、サイドの起点ですね。まあね、2018年ワールドカップ日本対ベルギーの、まあ、ベルギー側の視点、まあ、日本側の視点で見ると、大迫ね、潰された時に、乾とね、原口でボールキープできましたよね。まあ、特に左の乾、長友サイドで、ね、ボールキープできたんで、あの状況をね、作り出せるなら、真ん中潰されてもね、サイド起点で崩されちゃうんですよね。はい。まあ、一方でね、サイドバック、ウィングバックがしっかり戻った形っていうのが、2019年、アジアカップですね。カタール代表対日本代表ですね。あれ、日本が油断してたんですけど、カタールが非常にね、綿密なポジショニングの、練習をね、やってきて、ウィングバックがね、もうここまで戻って5バック形成すると。はい、ベルギーよりもね、ベルギーのムニエ・カラスクよりも強くね、ディフェンスに重点を置いてきたんでね、日本代表、なかなかボールね、奪いきれませんでしたね。はい。あのカタールがね、まあいい例だと思いますね。
はい。で、ウィングバックやるのは伊東純也ともう一人原口元気ですね。まあちょっと原口ね、このシミュレーションゲームではウィングバックついてませんけど、まあ言わずと知れた守備の鬼というかね、スプリントの鬼ですね。はい。もうね、ほとんどサイドバックね、2枚いるような形の、4バックやるとね、原口が入ったサイドはサイドバック2枚いるぐらいのディフェンス力ね、発揮する。はい。非常にスプリントに優れた選手。で、伊東純也も言わずと知れた、もうね、J リーグから去っちゃいましたけど、J リーグ時代はね、スプリントキングと、J リーグの中で最もスプリント回数が多い。なおかつ走行距離も多いみたいなね。はい。非常に優れた選手で、この伊東と原口っていうね、二人の存在が大きいと思いますね。まあね、酒井宏樹、フランスリーグワンなんでね、もうちょっとデータがわかんないですね。長友もね、J から外れてるんでデータがよくわかんないんですけど、伊藤と比べた時にスプリントさすがに勝てないと思うんですよね。はい。それぐらいね、よく走る伊藤純也なんでね。はい。まあ、これで、0バックにまたしたいと思います。まあ、要はこういうことですね。で、あれ、どうすんだっけ？あ、これか。そうですね。これもダブルなしで中央に荷重かける。まあ、あるいはこういう形も考えられなくはないですけどね。まあ、いろいろここはね、流動性があると思いますね。これはもう完全にダブルシャートで、で、長井健介ワントップですね。はい。これで中央に荷重をかけて崩してしまおうと。ちょっと見ていきたいと思います。相手またブラジルにしちゃった。相手変えた方が良かったな。まあいいや。はい。まあブラジルなら大丈夫でしょう。はい。やばい。はい、ここ原口を使って、中央長いのシュートで、簡単に1点ですね。はい。まあ、やっぱりね、中央に荷重かけるっていうんで、ブラジルも守備的なね、選手、完全に引き戻る選手がカゼミロ1枚なんでね、真ん中に荷重かけたときに意外と、崩せる要素はあると。思いますね。逆にね、フランスですね、ここは、ポグバのね、守備的意識、特にワールドカップではね、多少強くなるみたいですから、カンテ・ポグバのコンビネーションでしっかり守られてしまうんで、真ん中に荷重をかけると、逆にね、帰る力でカウンター食らったりとか、そういう状況が考えられますね。はい、久保がドリブルします。いや、これサイド空いてんな。いやー、ボールがしから離れた。はい、原口の強烈なシュートはキーパーと、いやー、いいですね。伊藤純也のヘディングですね、今の。これもパー狙いで。はい、あ、ほぼ1点ですね。今、アリソンじゃなければ入ってたかもしれない。はい、このカゼミロカーシュがね、まずブラジル攻略の第一ポイントですね。いや、今ボールキープできれば大きいけど、あー、欲しいですね。はい、まあ今ね、ちょっとごちゃごちゃしてるように見えますけど、こっち真ん中に荷重かけてるんで、ね、相手がボール、奪って5秒以内に取り返すっていうのが一つの狙い目でもあるんで、ごちゃごちゃしているようですけど、展開としては狙い通りと。はい。まあ、こういうね、前への意識をしたサッカーっていうのはね、まあ、トランジションを制することが、トランジションというのはね、攻守の切り替えの瞬間ですね。はい。ここを制することがね、一つの、目標になってるんで、どうしてもね、ごちゃごちゃした戦いにはなると思いますね。まあ、このね、攻守の切り替えの瞬間というのは、フォーメーションのね、まあ、今までのフォーメーションからすると、死角になっているというか、盲点の部分ですよね。フォーメーションだけ、いくらね、机上で、机の上でね、フォーメーション、組み直しても出てこない部分なんでね、時間変化が止まったダイナミズムなシミュレーションじゃないとね、トランジションというのは、なかなか、素性に上がりにくいですね。ちょっとこれやってみます。どうなるか。あ、でもそうか、交代しないといけないのか。はい、ちょっと負担の大きいここをね、変えていきたいと思います。まあ、長友原口使えばね、当然のごとく、あ、酒井宏樹か。はい。で、あと、まあ、中島もここやってますよね。こうなると、だから、これもやりますか。まあ、やんなくていいか、まだ。はい、ちょっとこれでいきたいと思います。長友も当然ね、できると思うんですけどね、どうなんですかね。いや、操作ミスです。はい。ただね、中島、久保を併用する場合、中央のクロスに対してヘディングで決める要素が減ってくるんで、まあ、クロスが戦術から外れちゃうのかなっていうね。はい。まあ、難しいところがありますね。
ここ前方にスペースがありますね。このコーチーニョの裏っていうのはね、ブラジルの弱点の一つですね。パウリーニョは非常にタフなディフェンスしてきますけど、コーチーニョ線が遅いんでね、ディフェンスもあまり熱心じゃないんで、裏にスペースができる可能性がありますね。はい、ワンツーですけど、ミランダ、チアゴ、シューバに、無難に守られると。はい、ネイマール振り切られちゃいますね。冨安が行かないと、頼む。はい。そうですね、冨安ならね、ネイマールでもついていけるんですよね、なんとか。はい、長友から、いやー、長いのところで取られてる。縦への意識、いや、頼む。いやー、はい。素晴らしい。長友がやってくれました。長友、これがありますね。強いですね、今の。その長友を変えちゃうけど、鈴木でも言えるか。はい、久保建のトップ下ですね。で、ダブルターゲットマンになってるのかな、これ。はい、永井と鈴木のダブルターゲット。まあでもどっちも裏抜け狙いでね、多分行ってくれますよね、これなら。危ない。取られちゃってますね。まあ永井ね、非常にスピードありますけど、偏った能力なんでうまく使わないとダメですね。はい。うん、そうですね。ここにスペースがありますね、やっぱり。頼む。いやー、もう一回。はい、まあいいですね。なかなかね、ここが通んないですね。まあでもやっぱり今のところ硬いっていうのがね、ブラジルがワールドカップで勝てる、要因でしょうね。真ん中しっかり守ってくるっていうね。ここで、ね、長いスピードで、ああ、速い。やっぱり速いな。はい、酒井宏樹が、あ、鈴木が強引に奪ってね、シュートで1点ですね。まあ今もカウンターがほぼ成功した形と言っていいでしょうね。落として、いや、流れちゃった。はい、というわけで、あれ、まだあんの？はい、というわけで、4-0 ですね。まあもう1試合ぐらい。見せますか、見れますかね。でももう4バック3やっちゃったんでね。あとは何だろう。相手変えるか。ベルギーぐらいにしますか。ベルギーね、サイドにスペースあるんで、そこをね、イージーにつけば、また4バックやりますか。簡単につくことができるんですよね。あれ、大迫。はい、サイドのスペースをつく役割。中島にしますか。で、長友入れて。あ、吉田を変えるのか。やっぱり南野の能力もね、高いんで、うまく使っていきたいですね、この辺も。まあ、これですかね、要は。これで、こっち、ムニエのサイドですね。まあ、カラスコ、ムニエね、サイドバックなんで、基本的に。だから、まあ、カラスコの方をついたような方がいい気もしますけどね。はい。あと、ベルギー、3センターバックが、まあ、同一層度は硬くないかなっていう印象もありますね。さあ、ロングフィード。はい、ここですね。いやーもう完全に、はい、これ、ベルギーの弱点が思いっきり出ましたね、今。サイドで完全にフリーでしたね。で、人数も余ってると。はい。まあ、狙い目は今のところ。うん。まあ、本来なら左のね、サイドミッドフィールダムニエが、原口元気のようにね、戻らないといけないところですけど、ここにスペースがあるとすると、手痛い限りで。はい、南の俺のシュートは外れると。今最高のボールだったんですけどね。あ、ここでかわせんのか。いや、これ大きいですね。ループシュート無理か。はい、もうね、やっぱりちょっとベルギーはスペースが与えすぎですね、これじゃあ。今のもね、余裕の狙いですよね。だから、うわー、南野の強烈ミドルシュート、ファンブルして1点と。はい、大迫がプレッシングに行きます。アルデルファイト。はい、遠藤が奪う。デブライネに奪い返される。まあ、遠藤のところもね、負担がかかるポジションの一つですね。交代要員として山口蛍のオプションはね、持っていきたいですね。持っておきたいと思いますね。まあ、遠藤がね、90分がたとえ耐えれたとしても、やっぱり負担がかかるポジションはシーズン通してね、例えば、イエローカード2枚目で実試合出場停止になってしまったりとか、あとはね、怪我をしてしまったりとか、そういうね、ことが起こりうるんで、やっぱり交代オプションっていうのをね、持っておくのは
チームでね、リーグ戦勝ち、あ、トーナメント勝ち進む上では重要だと思いますね。サイル使うか。クロス。いや。いやー。頼む。メルテンス。庄司が対応。ルカク。はい、これで奪いましたね。いや、ここめちゃくちゃ余ってるけど。はい。はい、中島から大迫。ちょっとね、パースが強すぎましたけど、胸トラップからダイレクトボレーで1点と。長友が行きます。はい、ここフリーですね。いや、南野がちょっと追いつけなかったですね。はい、2-0ですね。ちょっと遠藤1回、負担が大きいんで変えて、南野も変えちゃう。久保竹を上げて香川とか使えますか。まあ、あと柴崎はね、外せないんですよね。まあ、伊藤入れますか。はい、これでいけるでしょう、完全に。はい、久保建英のプレッシング。ルカクに対して庄司が行きます。これロングフィードでここに空いてますね。はい、伊藤淳、スプリント生きてますね。これもドリブルで勝負して自らシュートで外れました。はい、まあ、コンパニがね、やっぱり中央に控えてるんで、あんまりね、いい加減な崩し方はできないですね。クロスに大迫。いやー、綺麗に決まっちゃった。コンパニーが振り切られました、大迫に。まあ今さ、もうね、伊藤の段階で相当いい形でクロスが上がったんでね。はい。いやー、ウィツェル。はい、庄司が行きます。ルカクに対して山口渡ると。ああ、ここ、すごいフリーだな。いや、ちょっと待って。はい、もうロングフィード長友使っちゃいますか。クロスに、香川フリーですけど、ヘディングはクルトワと。はい。危ないですね。ルカクの単独。まあ、ルカクならね、庄司と冨安で止められる可能性ありますね。高いですね。ああ、真ん中がね、だいぶ空いてますね。久保建英のシュートで1点ですね。やっぱりコンパニーが引き出されたとき、弱点になってますね、今。さあ、ここね、伊藤使いたいですね。はい、スピードがいきますね、これなら。うん。あ、惜しい。はい、庄司。庄司。長友。中央折り返して、大迫キープ。アザールに奪われると。これ危ないですね、カウンターが来ちゃうかな。うん、だいぶね、大きい展開ですけど。いやー、はい、久保建英のシュートですね。もう交代要員はないですね。まあ、変えるとすれば、あえてこうやるとかですかね。まあ、でもこれをやる必要もないですけどね。はい。香川がプレッシングいきます。はい。まあ、この辺。いやー、うまい、メルテンス。いやー、終わっちゃった。はい、というわけで、5-0 ですね。はい、ベルギーやっぱりね、守備に、ちょっと問題を抱えているかなっていうね、そういう印象の、感じでしたね。まあ、あそこまでね、サイドにスペースあると、守るのは難しいかと思いますね。はい。フォーメーション最後これになりましたけど、やっぱりね、基本は、まあ、こういう形ですかね。ダブル。4バックでサイドに荷重をかける形、あるいは、まあ、逆にしてもいいですけど、はい、こういう形とかね、はい、これがね、非常に強力だと思いますね。サイドにね、これ、まあ、3センターだとサイド1枚ですけど、これ1枚加わってくると、当然オーバーラップでね、長友なんか後ろを追い越していくんでね、そうなると、相手からすると、どうしてもサイドの人数1人足りないなっていうね、そういう状況が多くなりますね。そうなると、まあ、サイドは完全に破られちゃうんでね、はい。でこれのフォーメーション、やっぱり中島、久保、南野を、ね、同時に使えるっていうことですかね。まあ、堂安がもう下がっちゃってますけどね。はい、3センターにすると、ね、どうしてもここ中島、久保の2枚になってね、サイドに重要な選手を置かなきゃいけないんでね、なかなか難しくなりますけど、はい、っていう感じですね。まあ、4バックにしてもね、3センターバックにしても、肝心要の選手
というか、中島とね、久保建英という日本代表がね、手に入れた新たなドリブルの武器ですね。これが、できればうまく活かしてね、強豪相手にも勝っていきたいですね。はい。というわけで、今回はサッカー日本代表のね、最強フォーメーションを目指して、中島久保を使ったね、新たな4バック、3センターバック、これをね、見ていきました。というわけで、また次回、シャッフルモードやっていきたいと思います。今回はこれで失礼します。